どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、はい、初めてウクレレのコンサートモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していこうと思いますが、その前に告知です。これガズレレが2022年全国5カ所ツアーに出ます。2年ぶりのイベントになってます。皆さんぜひ参加してください。会いましょう、一緒にワイワイしましょう。はい、ただいまも絶賛チケット予約受付中でございます。このイベントについての詳細、ここにリンク貼っとく、概要欄にも貼っときますので、ぜひともチェックして会いに来てください。さあさあ、本日もいろんな曲挑戦していきましょう。皆さん音楽聴くよりやる方が楽しいからね、やっていきましょうね。今日取り上げたい曲はほっこりする昭和の名曲をお届けします。はい、こちらドーン、妹かぐや姫さんの名曲中の名曲、もう昭和フォーク、もうほんとで、ちょっとこれね、ちょっと寂しいんだけどほっこりする部分もあったりなんかして、はい、これはゆっくりね、もうほんとこのウクレレ一本に気持ちを込めてゆっくり演奏していきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンで、やってみます。使うウクレレは初めてウクレレのコンサートタイプを使っていこうと思います。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはやっぱりですね、あのつまびく雰囲気とか、後半なんてちょっと盛り上げてくる、ドラマティックな展開、弾き方とかもいろいろ変えてますからね。はい、かっこいいバージョン、2バージョン、最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってですね、聴くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけど、なかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけど、もう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのが、この今ご覧いただいているガズレレのウクレレの方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにね、リンクを貼ります。やってみたいなと思われた方、ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですね、こうリストになってまして、上から順番に動画見て、ウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでもう皆さんにシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンク、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲、もう1800曲以上課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしね、こんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名と、スペースガズレレと言って、YouTube で検索する。これがね、いいかと思います。さあ、それではやっていきましょう。かぐや姫さんの妹、ガズレレ式超簡単ゆっくりバージョン、やってみます。1、2、3、4。夜が明けると雪のような
簡単バージョンでやってみました。あーこれなんかこう情景が浮かびますよね。もう歌詞にもね、やっぱこの兄弟2人でこう培ってきた歴史みたいなのがあって、なんかすごくこう情景が浮かぶ、なんか本当なんか寂しいんですけど、なんか未来をこう見据えてるような素敵曲だと思います。はい、そして今お聴きいただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。本来だと4番まであるんですけど、ガズレレのバージョンは3番までやってもエンディングになったんですけど、このエンディングも結構簡略化をさせていただいてるんですけど、YouTube でライブアレンジバージョンとか見てると、最後にラララっていう風に歌ってるのがすごく印象的で、それいいなと思って、そこをちょっとねフューチャーリングしてみました。はい、ガズレレオリジナルバージョンですけど、歌の中のところはですね、もうこれはですね、もうほんとそのものでアレンジしてますので、ぜひやってみてください。フルコーラス4番も私やりたいなと思った方、1番も2番もコード進行は一緒ですからね、慣れてきたら自分で書いてノートとかに書き出して、練習したスタートしてみてください。ひとまずは今のガズレレバージョンに合わせて練習スタートしていただきたいんですけど、歌詞とコード出てますからね、動画に合わせて練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としてはガズレレの YouTube に合わせて一緒に演奏できたら素晴らしいと思います。できるようになった方おめでとうございます。さあ次のステップにどんどん行きましょう。次のステップっていうのは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さんお一人だけで歌って演奏して音楽を満たしてほしいなと思うんですけど、最初からですね、歌詞とコード丸暗記するの難しいんで、まずは楽譜的なものを見て、だんだん何回もやってるうちに自分の中に落とし込んでいって、いずれは大空に向かって気持ちを込めて弾く、こういうのはいいと思うんですけどね。はい、楽譜練習入っていきましょうっていうんですけど、楽譜ってどこにあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、こちら見てください。ガズが書いてる手書きのねノート、これをね、自分がこれガズが書いたノートなんですけど、これを見ながら今演奏していきました。このノートもうちょっとしたらカメラの前にこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の妹を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の山のようなストックがあるんですよね。その中から毎月5曲皆さんがこの曲やってみたい、この曲や私に挑戦してみたいみたいな感じで選んでいただいて、すぐにデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただける。この楽譜は全部ガズレレ YouTube の動画にリンクしてますからね、これ画期的なサービスでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということをお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよ。って毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもタダでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあそれでは楽譜の方を見ていきましょう。妹、かぐや姫、南こうせつさんソロでも歌われております。有名曲でございます。イントロとしてこの C2 ブロックを弾きましたと。で、ここから歌が入っていくんですけど、これがですね、もう一回聴いたらこのメロディーラインはね、歌いたくなっちゃうやつなんですよ。この昭和世代の曲っていうのも本当に何がいいかというと、シンプル簡単なんですよね。メロディーも覚えやすくて、みんなですぐ歌えるっていうのがやっぱり昭和のフォークソングとかの特徴でございます。で、この曲は、なんていう切なさもあるんですけど、ほんとね、
なんか未来を向くような、そんなね感じがして、すごく素敵だなというふうに思いました。はい、これ感想がちょっとね1番2番でそれぞれなんか違う感じなんで、その辺のところちょっと見ていただきたいと思います。テロップには伸ばすとかこういうの書いてありますからね。で下にくるっとここ見て、下の段に CG7AmA、 これはかっこいいバージョンだこの弾き方、簡単バージョンではこの弾き方というのを使い分けてますからね。この辺を見ておいてください。じゃあこうやって写しておくので、時間ある方、まず1番からノートに書いていってください。で、今紹介させてもらってガズクラブで、このノート楽譜をダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は見て、一番上にこの点が、尾の上に点がついているでしょ。ここに V が書いてある。ここにも V が書いてある。ここにも、ね、ここにも点が書いてあるでしょ。ここね、リズムなんです。いも、おーとよ、うん、うん、うん、ふすま、一枚、ちの時に、この C に変わるみたいな。ここ V は、急譜ですよみたいな感じ。この V と点でですね、リズムがわかると。あと歌詞カードには出てこない、いも、おーとよとか、伸ばすところとかも特徴的でございます。はい。ぜひ、ガズクラブを活用していただき、お時間ある方はノート書いてみてください。はい。まず1番のところね、イントロから。うよき。で、これコード進行一緒なんですよね、まるっきり。2番も。はい。なんですけど、この感想のところがちょっと差が出てきます。歌の中は同じです。歌詞が変わってきます。この辺のストーリーもね、お友達なんですね、旦那さんは。はい。考えさせられる。で、ここですよ。ここが衝撃。お父さんとお母さんがね、いなかったんだな、つって。家族でね、頑張ってきたんだな、つってね。はい。お味噌汁の味、教えといてね、つう話ですね。これ本当になんか、いいな、お味噌汁美味しいよね。はい。で、ここで終わるんですけど、ここがガズレレオリジナルのエンディングのところを、ルルルルルルって、このコードを2回繰り返して終わったというような、そんなようなね、オリジナルアレンジさせていただいております。はい。出てくるコードを見ていきましょう。まず C と Am と F と G7、E7、Em7、Dm。ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、コードネームだけですけど、今日出てくるのは、1、2、3、4、5、6、7個のコードですね。これ今映ってるこの7個のコード。これはね、いっぱいあるように思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんですよ、全部。ガズレレでは、これを入門コード、これです。ガズレレ必須コードというふうに命名してるんですよ。このガズレレ必須コードというのは何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループがあるんです。これね、10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんでめちゃ簡単。だけど一斉に10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃにこんがらがるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、コード10個はここの動画見て楽しく覚えちゃってください。今日そのうちの7個が出てきますよということになっております。はい。じゃあここからね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンも実はですね、出てくるコードは全く一緒なんですよ、これが。はい。じゃあ何が違うかというと、弾き方です。リズムが変わってきます。今日出てくる弾き方、こちらドン、アルペジオとアイランドビートという弾き方を用いてやっていきたいと思います。これはですね、もう本当このフォークのアルペジオがめっちゃいいんです。アルペジオで弾いたら本当気持ちいいんで、ぜひこれアルペジオ挑戦してもらいたいです。はい。今映ってるこの2つの弾き方、ここにちょっとリンク貼っておくんですけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれのね、アルペジオとアイランドビートのめっちゃ濃厚解説レッスン動画がもうすでにそこに上がってる。動画でゆっくり練習してみてください。一応復習します。C 押さえて。いいでしょ、このつまびく感じ。これで歌うわけ。妹よ、ふすま一枚。気持ちがいいですよ。アルペジオの方がもうこの曲はね、魂が入りますから、この曲のためにアルペジオっていう弾き方があるんじゃないかっていうぐらいぴったりでございます。はい。なんですけど、最初から最後までアルペジオでもすごくいいかなと思ったんですけど、ちょっといろんなね、かぐや姫さんの音源とか、南こうせつさんのいろいろ YouTube とか見ていて、で、やっぱりね、後半ちょっと盛り上がってくる感じもちょっとやっぱ欲しいなと思って、3番以降は、このアイランドビートという弾き方で、ちょっと盛り上げながらもやっていこうと思っています。このアイランドビートっていうのもね、ちょっと一応16ビートの茶の仲間なんですけど、解説動画、ガズさんのさっきここで見てくださいって言ったところの動画の見てもらうと分かるんですけど、比較的これね、取り組みやすいリズムなんですよ。ちょっとやってみると、C でやってみると、どんどこ、ちゃっかたっか、どんどこ、ちゃっかたっか、どんどこ、こんなリズムなんですね。これはですね、8ビートの延長線で考えてみるといいよっていうことをそこの動画の中で解説してるんで、さっきのリンクのとこ行って、アイランドビート濃厚解説レッスン動画、もうじっくり見てて、これ物にしとくとすごくこのリズムっていろいろ、幅広く使っていけるんでいいと思います。ちょっとじゃあ、3番の入り口でやってみようかな。芋3番です。せーの。妹よ。こんな感じですね。
が死に母が死にお前が一人優しく軽やかに手首を柔らかくドンチャッカドンチャッカドン、はい、ゆったり大きいリズム、ガチャガチャしちゃダメですよ。手首柔らかくでスナップを効かせてやるのが16ビートのリズムで、その中のアイランドビートですので、まあ、余裕たっぷりでできるといいかなと、優しく弾いていくリズムだと思います。で、かっこいいバージョンではワンブロックコード4つのところが出てきますが、これも別に難しくはないですね。1番のところやってみると、雪のような花嫁衣装からやってみましょうか。お前は夜が明けると雪のような花嫁、こんな感じですね。 CG7Am みたいな流れていく感じですね。ここアイランドビートでやるとダンダンガダンガダンガダンダンガチャッカダンガみたいな感じかな。 CG7Am チャッカジャンみたいな、もう雰囲気で大丈夫だ。はい、この曲はそういうこと決めもなくですね、まあ本当シンプルなんですよ。でこれが昭和のやっぱ歌のやっぱり大きなポイントかなと思っていて、聴いてすぐに歌えちゃうぐらいの分かりやすさと、みんなで歌える感じと、あと難しいことがないから、みんなも音楽やろうよと声を一緒にかけやすいと思いますね。なんでこの曲でまず心込めて歌う練習、音楽の練習させていただきましょう。皆さん、はい、心込めてやってください。あと歌詞の内容ですよね。これ4番も本当はやりたいですけど、まあちょっとレッスン動画としては長くなっちゃう、繰り返しですから、ぜひフルコーラスでこの歌詞のストーリーもこう、ね、描きながら、音楽って感情表現ですから、やっていくのも素晴らしいと思います。さあやっていきましょう。南こうせつさん、かぐや姫でおなじみ妹、ガズレレリューかっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4妹よ、ふすま一枚隔てて今、小さな寝息を立ててる妹よ、お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装着るのか、心の
妹ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。これ僕妹がいないんですけどいる気になる。なんかね、なんか、ね、なんかきっとねその家族がこう嫁にお嫁に行くみたいなそんなストーリー、あーなんかいいですね。ぜひゆっくりとじっくり楽しんで演奏していきましょう。お知らせで、さっきも冒頭にもお伝えしましたけど、2年ぶりにガズレレイベントを開催します。これは嬉しいな、もう僕も待ち望んでいて、やっぱりオンラインでいろいろやるのもね楽しいんですけど、やっぱりリアルであって本当こう生のねこうパッションを、皆さんと共有したいなということで、はい、予定ですよ、はい、8月18日仙台、9月2日名古屋、9月の、9日東京吉祥寺、10月21日大阪、11月2日、横浜でございます。現在大好評、チケット受付中でございます。はい、このイベントの詳細はですね、あのちょっと動画にも公開していたり、特別に作ってるページが1枚あるので、ちょっとここに貼っときます。概要欄に貼っときますけどね、ぜひこのイベント皆さんちょっと参加していただいて、ガズさんにリアルに会いに来てください。楽しいこと間違いなしですからね、よろしくお願いします。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中。ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方ぜひご予約をねお願いできればと思います。そうするとすぐねあの発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですねアプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかあのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのはリッドミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってます。とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ .com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、こっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。